広島は瀬戸内海北部の水島灘に浮かぶ島。香川県丸亀市広島町に属し、諸悪諸島の島の中では最大の面積を持つ。北端の地形はやや尖った形をしている。世帯数は247世帯、人口は453人。島は河口岩で形成されており、江戸時代から明治維新まで人命という自治制度が敷かれていた。 島では特産物である青木石の採石が行われる現代では石材業が主要産業となっており日本全国の鉱山で行われている石灰石の採掘と同様爆薬による葉っぱをかけることも多く近くにいればダイナマイトの低く鈍い爆発音を聞くこともあるまた沿岸漁業も行われていて魚類の海中養殖が行われていた時期もあった立石地区には 江戸時代に海鮮丼屋であった旧をの井邸があり、この邸宅の石垣も青木石で作られている。青木石とは青みを帯びた三影石の一つである。戦国時代には本島と同じく四枠水軍の拠点があった。また、江戸時代末期の1860年、日本初の太平洋横断の移行を成し遂げた管理丸の水父のうち11人はこの島の出身である。 青木地区出身の岡田玄之助はアメリカで病死し、サンフランシスコ近郊コルマ墓地に墓がある。彼らの一部は、没後、島内の立石地区では、旧尾野江邸の東に位置する、人工寺境内の墓地、網羅地区の、小福寺境内の墓地、広島中学校裏にある江の浦地区の墓地、青木地区の墓地、市政地区の墓地にその亡骸が埋葬されている。 平成26年頃より、西部を中心に土砂採掘が盛んであり、島の形は変わりつつある。1958年5月1日に丸亀市へ編入されるまでは、中田土郡広島村に属していた。広島は丸亀市の沖合約 12.5km にあり、面積は11.66平方キロメートル、島の外周は 18.5km である。最高点は、 大東山で、市枠諸島全体でも最高峰である。ありがとうございます。